にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界を伝えするマッチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、今日も質問いただいております。はい、こちら東京の30代の女性からなんですが、この間のね、京都マッチャンネル見てくださった方なんですが、ありがとうございます。毎日松武蔵さんがちゃんこのメニューを考えると話されていましたが、どんなものを作っていましたか、またどんな工夫をされていましたかと、こういう質問です。はい、まあね、ちゃんこをね、毎日毎日じゃないですか、それも朝は絶対こう結構終わりにみんな食べるし、夜も鍋作ったり、まあ、中にはね、まあ、夜はもうカレーライスにしとこうかとかね、そういう時もあるんですよ。もうどっちかというとお相撲部屋っていうのは朝が中心、朝って言っても昼ですからね、はい、朝はもう 100% 鍋でしたね。はい、まあ、その鍋でもね、やっぱりこう毎日毎日同じ味だったら飽きるというか食べれないし、また夏場なんか夏バテするんで食が細くなって入らないからね、すごい考えて鍋も作ってました。またね、鍋だけじゃなくてね、周りにこう何品か作るんですよ。まあ、例えばどんなもの作るんですか。東京の時はね、親方おかみさんが作るんでね、夜はあんまり召し上がらない。朝もね、あんまりこう食べないんですよ。朝も上で食べたりするんですけども、おかみさんが来た時はもう絶対にお客さんと一緒に囲むんですけども、まあ、地方場所の時はそれを毎日毎日、一緒に生活するんでね、作るんですけども、親方がね、食べる時なんかはね、鍋の他に、まあ、なんだかんだで7、8種類作ってましたね。そうなんですか。まあ、親方はお魚が好きなんでね、煮魚にしろ、焼き魚にしろ、刺身にしろね、なんか一品は魚を入れてました。で、またおかみさんからね、塩場所とかに行くときにね、はい、じゃあ お願いしますねって言って、はい、親方にちゃんと食事、無理せんようなもの食べさせてねってむちゃくちゃ脂っこいのばっかり食べてても、おかみさんがそこをね、すごい気に使って、親方にもこう野菜とかも多く作って食べさせてあげてねって、おかみさんから声をかけられて、はい、塩場所とかによく行ってたんですけどね、なのでね、まあ野菜とかもね、しっかりこう美味しそうなね、いい野菜はこう差し入れがあったらそれを使うし、買い出しに行ったら親方と関取衆だけにでもね、こうちょっとこう高級なものを使ってね、珍しいものだね、作ってました。あとはね、千代橋なんかは差し入れが多いんでね、その差し入れをね、うまくね、回しながら、まあ野菜にしろ肉にしろ魚にしろ、とにかく差し入れがね、ドンってくることが多いんですよ。ちょっと多すぎるなんていう時も、特にね、夏場なんかはね、もう日持ちしないんじゃないですか、暑い、もうそんなに大きい冷蔵庫が千代場所にもないし、東京だったらね、まあ、業務用の冷蔵庫みたいなのがボンボンボンって3台ぐらいあったんですけどね、千代橋はまあそんなないんでね、家庭用の大きいのが3つぐらいしかなかったんでね。それでも3つあったんですね。でもじゃあそれを傷まさないようにうまく使うっていう点ではいろんな工夫をしたり。そうですね、だからね、私ちゃんこ町やってた時は、もうすぐ悩んでね、朝ごはんが終わって、夜ごはんが始まるまでとか、こうやってこう紙にね、ずっとね、今日はこれして明日はこれしようというのをね、次々に書いてましたけども、それ今でもやってるんですよ。でも今やったらね、もうネットでね、いろいろこうメニュー検索とかできるけど、当時はまだそういうのってあんまりないじゃないですか。ああ、そうです。ですから、まあ、だからもう自己流ですよ。どっかで食べたものの味を思い出したり、まあ知ってる料理屋さんの講演者の人が言ったら、これどうやって使うんですかとか聞いたりして、で、まあ、具体的にはこれが評判が良かったというようなメニューってありますか。まあ、若い衆で、まあ、関取もそうなんですけども、やっぱり肉のね、ボンといい肉とか差し入れに来たら、もう本当こうバター炒めとかして、鍋ももう一回使って食べるんですけども、その肉の炒め物とか肉系が大好きでしたね、皆さんね。でもやっぱりこう野菜も取ってもらわないといけないから、うまいこと野菜を、そうです、そうです、はい、たまにはね、当時大関でした武蔵丸さんとかがね、ちゃんこ番に来てね、なんかちょこ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 って自分で作って、そうなんですか。なんかよく
ハワイのなんかフルーツボールみたいなのを自分でこうヨーグルトとあえて作って、みんなこれ食べるとか言ってもらって食べたりもしてましたし、まあ若い頃なんかねお腹が空いたのか東京とかでもちゃんこ場に降りてきて、どうしたのって聞いたらちょっとお腹減ったとか言って、なんかこう大きなこう海苔にご飯をボンって入れて、ボンシーチキンって食べてましたよ。それはもうハワイがない、豪快な食べ、まあ幕下が重量に上がったぐらいですかね、まあ若い頃はそうやってちゃんこ場に降りてきて、まあ完食といいますかつまみ食いといいますか自分でやって食べてましたよ、武蔵丸さんも、ね、でもそうしてこう武蔵丸さんがしたものが、あそれは美味しそうやな、これ今度やってみようなんていうようなこともあったんじゃないですか。ありますあります、ハワイの人ってケチャップが好きみたいで、ケチャップでなんか料理をしたり、日本食が好きで、タケノコなんかね久しぶりに5月ぐらい、ボンたくさん来るんですよ、これぬかで湯がいてやるんですけども、でそれをこうちょっと炊くんですけどね、はいはい、だから武蔵丸さん大好きでバンプバンプってタケなんでね大好き、もう若い頃から大好きで食べてられました。そうなんですね、ということでね、まあいろいろいただいたものなんかをうまいこと使ったりとかね、またそのおかみさんにも頼まれて、親方にもうまいこと野菜をたくさん食べてもらうように工夫したりとか、おかみさんはねやっぱりみんなのこう健康管理をしっかり見てくれてるんでね、そうですね、まあそういう苦労なんかもしてきたけども、まあでもね、いろんなもの作っていろんなもの食べさせてもらいましたよ、ね、差し入れもね、まあその土地土地のいいものを持ってくれるんでね、すごいいいものを食べさせてもらいました。そうですか、はい、いかがでしょうか。まあチャンネルではこのように皆さんからの質問をお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。本日もありがとうございました。ありがとうございました。また明日。さよなら。